山崎、山崎、東京の名前。Testimony of the Siberian intern midwife. This is the testimony of the man who has been detained in Siberia to become a post-war prisoner. The name of the man in Inomoto, ISAO's 91-year-old. He was born at Awaji Island, Minami Awaji Matsuho.At 20 years old in September 1944 of the end of the war, and enlisted in the Himeji No. 51 Field Artillery Corps. After enlistment and stationed in Pyongyang of Korea. Work is taking care of horses.The Hirogayo Kyonhoso of Emperor in August 15, 1945, I spent about a year to know the end of the war. Gyokuonhoso, あれは前に聞いた。しかしな、何や天皇陛下はその戦争終戦になったいうことを何や放送したらしい。そうか、それええやないか。まあ、初年、おお、泣いて帰れんなっつって。Joy is also fleeting. To be bound by the Soviet army on August 25th, it becomes prisoner. From Pyongyang, go to Hamyang. It can be put on the Soviet warship.我々を迎えに来とった。これ泣いて帰れるんやって見たらよ。カマとハンマーの、あ、これはロシアの船やないか。ほら、まあ、日本やと普通に帰られん。しかしこれ、ヤバンスキー、ダモイ。ヤバンスキー、ダモイって。まあ、日本人のことヤバンスキーやな。ダモイは帰る。日本人帰る、日本人帰る。こう嘘言う。ほんでまあ乗ったわけ。ほんでパセットで上陸した。The ship arrived in nearby Vladivostok, Hozeto. Mr. Ray Daruma is the person who no longer walked by cutting the foot frostbite. ここまで当選になったら、まあ、パッと切る。こんだけ当選になったら、ここからもストンと切る。まあ、大体ここでも切れるな。当選。そのドルマンがタイヤをつけてな。日本でずっとこんなことして。ほら、びっくりしたな。まあ、10人ぐらいおった。ほんで、それを70ぐらいつないでるから。Put on the train in Hozeto to the far, far west of Moscow.70両も隣に乗る、50トン車を70も隣に乗った、かなり大きな機関車じゃなかった、イングゲンやろ。で、それを1ヶ月、そのポセットから、It goes through the cab on a bus. ハリ、なんとか言ったな、ハバロスクを通過して、まず行ったんが、一番目に着いたのがバイクアルコ。バイクアルコ。この、前後でものすごい犠牲者が出たと。バイカル港というのはな、まあ我々ちょっと考えてみるに琵琶湖の何十倍中であるんやな。バイカル港がまあこうあるとしたら、こう横に通ったの1日バイカル港見よったで。これはもう海や。あんなこと言うね。お前らなんで知らない。お前ら世界地図知らんだ。これはバイカル湖という大きな湖じゃいて。なんか通過して、When Moscow of town looked. はあ、これが世界のモスコー。だな、大で見られん。貨車ねな、この前窓がな、こんだけどな、50銭ぐらいの窓が、これが貨車でした、ここに窓、ここに窓。みんな交代で覗くわ。もういいわ。おい、もういいわ。なっとで見て、ほう、もうすごいの。一両家に教会があるわ、教会。
と、その今でも思うたら、それが、わしが今言うのは70年前の話やから、今の息子を言うたら、どんなもんかいなと思ってな。In branch line from Moscow, it will head to Kharkiv, Ukraine. そのモスクワから今度はウクライナに向かった、ウクライナ、ハリコフの方へ。これは自然や。それが、And it takes about one month from starting. It will arrive in Kharkiv. 1500キロ、南下したわけやな、南。で、このウクライナのハリコフというとこはな、独ソ戦の激戦地であったとこ。独ソ戦、聞いたことある、独ソ戦。ウクライナのハリコフやの独ソ戦の激戦地であった。だから、戦車とか飛行機の残骸があちこちよくやったわけ。Here it is placed in a camp. You are allowed to construction work of the military road. まあやったんやけどな。言ったように産業は何をしとったかと言うたら、まあ軍用道路。でそのまあわしもよ。この道路は一体どこからどこまで行っとるのない。スターリングラードの方行っとるのと。レーニングラーの方行っとる軍用道路やっとるねってこう言うたな。そしたらな、まあ言うたらもうアスファルト産業やけんのな、相手は向こうの工兵隊、地方人違うねん。俺はどれもこれも金荒っぽい、地方人はやらしいし、こんなもんな。やけど相手はまあ荒けない大きな六尺男やな、みな。うん、だからまあやっぱまあなるべく楽しようと思うから、目盗んでちょっとポカッとやるようになやってけんなら、そこで収容所、この人も知ったっけな、日本人は一つに He became the injurer. Frostbite while working, you lose half of the right foot of thumb. うかつね、うっかりしとったんだろう。こんなにまでなんでほっとくんない、この足が倍になってな。これこのこの今これが半分になったな。こっからこっちないようになったな。こっからこっち、これからこんだけ腐ってないようになった。だけど今は上がってたけどな、その原因はな、やっぱり頭が薄かった。ものすごい寒いに、炊き物ない。ほんで、まあ我々、駅やった。向こう、貨車よ、貨車。で、ハンマー持っていてな、向こうの貨車をバンバン、面でな、まくってて、引いたいで当たった。ところが、こうやってな、皆な、わしは、田舎もんやからよ。崩さないでこうやってやったんや。そしたらな、晩餐を持ってきた。何や足がチリチリすんねん。隣の兵隊が、お前崩さないでみ。これはお前水砲やないかいで。水砲やない。お前今日火に当たったんだろ、当たって。どんな人当たって、何のサボ言って崩さないで。アホなことすんな、お前。なんでお前、靴な、靴でこうやってやって。いやいや、靴も靴下もにね、当たった方が、残りと思って靴下にね、そんなアホなことす、水砲になって。で、今度の家、水砲が裂けて、道路、道路、海が出て、しないと肉がないようになるやん。当初の驚きさ知らんかったわけやな。In the camp, this rumor stood. こんなん軍用道路しょるけんだよ。これは敵の人事構築やからな。とても日本なんか帰らせてくれへん。そういうデマが飛んだ。なんでや言うたら。こんな傍聴国やねん。敵のお前、これお前、軍用道路やこというの、もし日本にバレたらもうあかんよってねやな。最後はお前、へい、皆、掘り込んで、湯を炊いて、やっ殺されるんじゃっつって、それは大きなデマやった。まあまあ、この食べるもんはな、
350g の黒パン、それとスープが約0.5 リットル。And after 2 years, we will approach the return to Japan. はい、山崎、東京の名前、こっちからこっちから見ないよね。あ、うちと地方人が新聞に載っとるじゃね。もうすみません、こんな分かれへんね。山崎、東京の名前、もうすみません、新聞のとこ。これはいよいよほんまに帰れるんやな。こういうふうになってくるとよ。やっぱり気持ちが湧いてきたな。こんだけ今まで地方人に山崎の名前、東京の名前や。Thus, we now go home finally to Japan. ほんまに帰れると思って。もう頭がすな、ちょっとスカーッとしてきて。ほんで、そのやっぱり言ったように、その、ウクライナからモスクワ経由、で、シベリア鉄道のまだ1ヶ月、モスクワを見下ろして、この、パセット。You will arrive in about a month it takes. To Jose, it will long way. 今言った病院船の大きな1万トン級もある病院船で、舞鶴来たわけや。うん。だけど、シベリアの、That when I came back to Japan. ブラックの区長さんに言われたときには、ほら、ほら、ここは偉い瀬戸やなと思った。うん。今な、誰とでもよ、あほな口なんぼでもしゃべるけど、その当時はもう絶対人と話するの嫌やった。うん。That I think too much in 70.戦争は絶対必要ならん。二度ともう叩こうではならん。何百万人も犠牲になってな。だから彼らの犠牲の上に立つ日本の平和、この平和がこれからもずっと続くのでしょうか。